皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策中学英語基礎ミニテスト、今回は2つの英文がほぼ同じ意味になるように空所に単語を入れましょう。1番、 Mary was too tired to walk. Mary was too tired to walk. Mary は疲れすぎていて歩くことができなかった、こういう意味ですね。この too to というのは何々すぎて何々できないという意味を作りました。これを Mary was so tired that she 空欄で walk、 ほぼ同じ意味の文になるようにここに入る単語考えてみましょう。2番、 My sister can play tennis well. My sister can play tennis well. 私の姉はテニスを上手にすることができると、テニスは上手だという意味の文章ですね。これを My sister is で空欄が2つで play tennis well、 これとほぼ同じ意味、こうなるように2つ入る単語を考えていくわけです。皆さんは一度ここで動画を止めて何が入るか答えを探してみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。元の文章 Mary was too tired to walk、 この too to、 これは何々することができない、格好だったらできなかったという否定の意味を含んでいるんですね。それが書き換えの文章 Mary was so tired that she、 こちらの so that の文章に書き換えるときにはこちらには否定の意味がないので否定の部分を加えます。この場合だったら couldn't が入るわけですね。で Mary was so tired thatShe couldn't walk. メアリーはとても疲れていて歩くことができなかったと、ほぼ同じ意味の文章が完成します。今 My sister can play tennis well. My sister can play tennis well. 私の姉は上手にテニスをすることができると、この can は be able to で be able to に置き換えることができます。ですから My sister is able to play tennis well. My sister is able to play tennis well、ね、able to がここに入って同じ意味の文章が完成するわけです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。